みーちゃん。疲れ様いいな。こんにちは。皆さん、ありがとうございました。ごめんね、じいちゃん、ちょっと冷たいね。よいしょ。食べます。生クリームべるね。リアルでイベントライブが見えた。あ、来てくれてありがとうございました。結構来てくれとったね。なんかファンの方も自由に楽しんでる感じが、すごく楽しかった。ファンの方褒められてたね。ルールが守れるって。なんて言ったっけ？お行儀のいいファンの方って言ってたっけ？なんて言ったっけ？褒められてた。私たちも花形があったし。いただきます。大きいよ、友達。焼きそば100円超いっぱい入ってたよね。思った。100円クオリティじゃなかったあれば200、300クオリティだった。まっ。私は、なんか、一人、ちょっと、順番に説明します。まあ、今日は、まあ、老人ホームにお邪魔してイベントしたんですけど、結構こう、桜祭りっていうので、お祭りみたいな感じで屋台とかも出てたんですよ。そう。で、100円のチケットをもらって、で、その100円1人2枚なんかくれて、なんかその食べれますよみたいなやつで、で、なんかその7時前にみんななんか、これとこれがいいですみたいな感じでマネージャーさんに言うんよね。で、結構いろいろあったんや、ラインナップが。
そう、ほんとね。わかる、500円とかじゃないけど、食べやすい。いきます。今川焼き、フランクフルトおはぎ、フライドポテト、唐揚げ、たこ焼き、焼きそば、うどん。え、そうだったの？綿菓子、ビール、ジュースだったんですよ。で、私は迷ったのはフランクフルトとたこ焼きは食べたいなと思って、でもビールがあるって聞いたから ビールがあるって聞いたから、じゃあ私はご飯はたこ焼きにしようと思って、たこ焼きだけ先頼んだんですよ。で、あわよくば終わってビール飲みたいなと思って、チケット1枚置いてたのね。そしたら、終わったらもう全部売り切れてて。そう。いや、わかんない。ビールも売り切れてたのかな。夏がね、そう、やっぱ後にね。影響するかもしんないじゃん。そう。だから、わかる？そういうので、しかもさ、伏線回収じゃない？昨日私は今日のイベントが終わってお酒を飲みまして。もう昨日は我慢で、今日のイベント終わったらもうお酒飲もうって決めてたから。そう。だからさ、もうそういうことじゃん。飲めってことじゃん。神様が言ってるじゃん。もうそのビールは私のために用意してくれたってじゃん。でも売り切れ。なんか屋台がもう売り切れだから、なんか飲み物も自販機で買ってくださいって言われて、ミルク&コーヒーっていう いうやつを買いました。まもう今日はもう、あげるみたいね。いや、最近なんかね、わかんない。私が出るイベントが、そうなのかわかんない。最近なんか、お酒 OK なさ、イベント多くない？なんか私の誕生日のバスツアーも、バーベキューお酒 OK だったし、この前の、スペシャル、サポーターのイベントもお酒 OK だったし、最近慣れてきちゃってる気がする。私がそういうイベントに呼ばれているのか、虫が出るからそれが OK になってるか絶対ないけど なんかわかる。だから、そうだよね。なんか必然的に、私もいいですよねって気持ちになっちゃう。ハートありがとう、石君見えたよ。大盛り、いいなぁ。なんか焼きそばめっちゃ美味しそうだったんだよね。たこ焼きは食べたよ。ほら。写真だけ撮った。誰かのやつ。焼きそばとポテトとたこ焼き。焼きそばやばいな、これ。でもね、お弁当が、もうこういうお弁当がいっちゃおいしいよなっていうお弁当だったんですよ。帰りバスで食べたんだけど。
ノンアル甘酒は無料だった。え、そうなの？甘酒いいらしいよ、体に。肌にもいいらしいし。ポテサラとおにぎりと枝豆と、あと、これ、アメリカンドッグみたいなのと、ウインナーと、オムレツじゃないな、なんか卵の、なんかケチャップつけて食べるのと、コロッケみたいなのが入ってるやつ。もう一番美味しい。この弁当だった。マジみんな優しかったな、スタッフさんも。うん。ザ・お弁当。そう。これ持ってピクニック行きたいっていうお弁当だった。そう、お弁当ってね、絶対、あ、これはいらんな、これは、これがあればいいのに、みたいなやつあるじゃん。それの、え、これいいってやつがいっぱい詰め込まれたやつだった。てか、寒っ！待って、これ。ズボンだけ履き替えていい？寒い。ちょっと暖房つけようかな。体が冷えてる。ガラクタタタスの今日が。脳になる。そばにいたいよ。君のためにできることが僕にあるから。見て、私の好きなこのズボン。ギャップ。もうこのパジャマめっちゃ好き。いい。手を振るとき、笑っていて、欲しくて、ひまわりのような、まっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部。もうテレビがさせたから歌いたくなった。これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから。暖房つけた。これが寒いんかな？ロケ車も寒かったんだよね。外も寒かったね。でもステージではめっちゃ汗かいたの。ついたから。お疲れ様いなー。そうねー。楽しかったなー。今日マッサージ、あ、ヤッホー。気流。リベンジするしかないね。最善リベンジ。今日ちょっと歌おうや。
今日のイベントもね、スタッフさんからめっちゃ、うちわとかね、持ってね、盛り上げてくれたりとかしたんよ。嬉しいね、やっぱなんか。誰も知らないだろうなっていうところだと思ってたんですよ。その結構、なんて言うんだろう、アウェーな感じで始まるのかなと思ってて。どういうふうにこう、盛り上げようかなみたいな感じで、スタンスで今日立ったからステージに。あんなになんか、迎え入れてくれる、なんかイベントって想像してなくて。嬉しかった。よいしょ。おばあちゃんとかもめっちゃ手叩いて、こうやって手拍子してくれた。STN ではなくて、向こうの、そうそう、向こうの。で、なんかね、スタッフさんとか本当わかんないじゃん、向こうの。スタッフさんっていうか多分先生っていうか、働いてる方？老人ホームで。スタッフさんなんだけど、わかんないじゃん、多分。どういう感じで、アイドルが来るのかとか、アイドルのファンの方は、なんかイメージこんな感じなのかな、みたいな。な感じだったね、多分ね。だから私たち楽屋があったんだけど、なんか、ほんまは楽屋の前で、なんか門番みたいな、なんか なんか門番しとこうと思うんですけどって言われて でもさ、なんかそんな、STU の方の方はさ、そんなもう治安悪くないじゃん。治安悪くないとか言ったらあれだけど、なんか、いい人たちばっかりじゃん。なんか、そういうちゃんとルールも守れるし、そういうのに定評あるじゃないですか、皆さんは。だから私たちはさ、そんな、なんかまさかそんな楽屋に乗り込んでくるなんて、絶対ないし、だから、そう。でもそのスタッフさんとかわかんないから、なんか、いや、私たちが見張っときます、みたいな。みたいな感じだったんよ。そう、でも、あ、全然大丈夫です、みたいな感じだった。そう、みんなそういう、あれだと思われてた。なんかちゃんと訂正しといたよ。だから多分びっくりしたんだよね、こう。すごい、MC でもね、最後終わった時に、感想みたいな、司会の方が来てくださって、お話ししてくれたんだけど、そう。すごい、ルールが守れる班の方でびっくりしました。ああやってステージで言うってことは相当よ。みんなルールを守ってくれてありがとうって気持ちになった私たちも鼻が高かったです。なんかこう、全く声を出さないのも違うじゃん。でも出しすぎてさ、なんかもう、言いたいことがあるんだよとかってさ、言い出しちゃびっくりしちゃうじゃん、そりゃ。おじいさんおばあさんもね、びっくりしちゃうじゃん。でもそういうんじゃなくて、なんかもう、めちゃくちゃ程よいコールで、なんて空気が読める方たちなのって思いました。そうそう。で、ちょっと盛り上がり欲しいところは、声出してくれて、みたいな。自己紹介の後とかね。さすがだね。私たちもやっぱり絆が生まれてるね。以心伝心できてたかもしれない。そう、だから、そのね、食券もらって、これ、100円のやつ2枚ずつなんですけど、みたいな。皆さんもしよかったら、みたいな感じでくれて、でもみんな嬉しいじゃん。なんか、やったありがとうございますってなって、でもこんなの、私とも買いに行けないよねって言われて、全然行きますみたいな感じだったの、私。マネージャーさんついてきてもらうんで大丈夫。そんなの危ないよみたいな。絶対にダメだよって言われて、全然大丈夫ですよみたいな。せっかくなんでって、嬉しいねって言って みんなで一緒に行けば大丈夫です。そう、相談しますって言ったんだけど そんなだって大丈夫なの？めっちゃお母さんみたいにね、心配してくれて。だから今日で、あ、アイドルってこういう感じなんだな。あ、ファンの方ってこういう感じなんだなって思ってくれたと思う。ね。なんか本当は、なかなかないから、ああいうイベントって。でも私たちはさ、根本的にその瀬戸内を盛り上げようっていうのもあれ、コンセプトにやってるけど、
その地域密着型っていうか、地域の方とこう一緒にね、交流したりとか、そういう地域の方から愛されて、こう全国にね、いろいろ進出していきたいなと思ってるから、やっぱり、ああやって地域の方に知ってもらえることはもちろん、盛り上げるっていう、一緒にこう盛り上げていくっていう活動っていうのをすごく大事にしてるからさ、なんか、地域貢献っていうか、私たちがこう何かこうパフォーマンスして歌を歌って、こう身近に見てもらえることで、パワーになったりとか笑顔になってくれて、ね、なんか盛り上がればいいなって思ったから、今日もなかなかな県北の方とか行く機会がないんですけど、これからそういうのも増えてほしいなって、改めて思いました。っていうお話を MC でも、ちょっとしたんですけど。そう、でもね、なんかほんと、ジムトモがさ、私ジムトモいるじゃん。ジムトモ70歳だけどさ、私のライブ来てくれて、なんかパワーが、やっぱ若いって元気になれるね、みたいなのをすごく言ってくれるんよね、なんか。そう。別に何が歌を知っててとか、歌を知っててダンスを見るのが好きでとか、そういうんじゃなくても、なんか、若い子たちをこう、見るのとか、キラキラしてるものを見るっていうのはすごくなんか元気が出るって言ってもらえるから、なんか、ね、なかなかそういうのを見る機会がなかった方たちも今日見て、なんか笑顔になってくれとったりとか、めっちゃ嬉しいなと思うよね。私たちもさ、かわいいかわいい言われてさ、嬉しいじゃん。私たちも元気出るし。そうやって幅広い年齢の方にね。おっちゃんも元気出るし。で、見てくれた方たちもこうやって、パワーがもらえたって言ってくれたらもうお互いにめちゃくちゃいいじゃん。そうだね。原点。そうなんですよ。お互いにね。もうそんなのいくらでもやらせてくださいって気持ちよね。そういうのをやってこそ地域密着型だと思うんだよね。だから本当今日は楽しかったですね。そう、一期生一人だけだったし。そう。でもなんかまた全然いつもと違うメンバーだったからこそ、また違う雰囲気で。また新たな形で。ね、ファンの方も多分新鮮だったんじゃないかなって思ったんだけど。どうだった？楽しかった？そうだね。で、まあ、3期生の石原ゆなんちゃんが、そう、イベント、こういうイベント初めてだったらしくて、しかもその、まあ、メンバー発表の時もだったけど、急遽とかじゃなくてね、メンバー発表の時からも発表されてたんだけど、そう、なんかほとんど結構新しいポジションっていうか、まあ、6人バージョンとかも慣れてないじゃん、普通。私たちはもう結構いろんなとこでやってさ、どのポジション任せても、ある程度、ちょっとレッスンしたらできるぐらいだけど、もう大変だったろうなと思って。2時間ぐらいのレッスンでやったんですよ、これも。なんかほんと大変だったろうなと思って。そこはみんなでカバーし合いながらやったけど、やっぱなんか初々しい感じが、なんか自然と笑顔になった。こっちも。あ、懐かしいな、みたいな。いや、私もなんか一言喋るだけでもチキンとしとったなって。そう、思った。やっぱ
ねえ。本当、今日みたいなイベントってマジ一番楽しいなと思うんだけど。なんか、型にはまってないから。いろいろ試せるっていうか、ちょっとこうやってみよう、こうやってみようっていうのができるから、嬉しいよね。あ、そう、衣装ね。今日初めて紫の衣装着たんですよ。透けてるやつなんだけど、私いつも青着てて。この衣装。ここ見えるかな？そう。初め涼しくて、ちょっと調子乗ってたら、しっかり汗かいた。春夏秋冬聞けると思わんかった。瀬戸良かった。そう、瀬戸内の声から始まったんだよね。そう、でもやっぱり、おじいちゃんおばあちゃんは結構、ああいうなんか、のどかな楽曲好きじゃないですか。私も好きだし。ちょっとしみる系の曲多かった。思い出してよかったとか、大好きな人もやったね。大好きな人とかマジ、6人バージョン結構あんまりすることないから。可愛かったです。ありがとうございます。なんかテントがあったんだよね。だから若干こう下にしゃがまなきゃ後ろの方が見えにくくて、こうやってしながら見てたんだけど気づいたかな、後ろの方たち。元気すぎる曲。そうだよね。なんかちょうどよかったくない？なんか。テントが低かったよね。なんかさ、私たちがテントに入ってるとかは結構あるけどさ、テントの中からやってるとかはあるけどさ、客席がテントっていうのがあんまりないから、ちょっと面白かった。運動会みたいな気持ちになった。そう、面白かったね。なんか、MC、司会の方が面白かったな。もっと絡みたかったね。あの辺の話とか、もう全部フリートークじゃけさ。
ペースカーの下りするって知らなかったから。京北でイベントってあんまなかったよね、今まで。嘘ついてないよね、大丈夫。そうだよね、よかった。びっくりした、じいちゃん。あの辺に住んでるファンの方もいるのかな。うん。みーちゃんやめて。やめて。やめて。引っかかないで。ないんだ。春夏秋冬ないんだね。でもやっぱりまあ昨日のコンサートの後だったからかな。でも私たち推しじゃないけど見に行こうみたいな方たちも結構いた気がする。
私英語書くの苦手だな。てかパソコンとか多分触れないな。ローマ字変換遅すぎて今びっくりした。 待って、なんかさ、喉がイガイガせん？なんか飛んでる？今日なんかメイクさんも言ってた。なんかリネタも喉がイガイガする。黄砂？人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。高いね。びっくりした。雲の上浮かぶように、ふわふわと歩いてる。そう、夢見心地で、世の中のすべてのもの、キラキラ輝く、そんな気がしてた。甘くはないんだ、現実は。愛しさは跳ね返る、心が痛いよ片思い。微笑みの向こう側へ、さあ目と目が合った瞬間、こうなる運命だった。涙をいくつ乗り越えればいいの。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。占いをしてみたり、友達の噂とか気にしたりしながら、恋をしなきゃもったいない。合ってる？女の子たちの特権じゃないか。いろいろあるんだ、してみると、理想とのそのギャップ。楽しいだけじゃない、忍耐よ。厳しさに負けたくない。ああ、何も始まらなければ、傷つくこともなかった。孤独も感じなかったんでしょう。人は好きになったから、こんなに険しい道で、悟るまであなたにラブ修行。どんなに悲しいことがあったって、どんなに寂しいことがあったって、どんなに苦しいことがあったって、あったって。
涙をいくつ乗り越えればいいの。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。いいね、懐かしい。あなたの声はとても素敵ですって言われた。 Thank you。 あと何やったっけ。ね、これめっちゃ懐かしいんやけど、これ絶対に忘れてるって言うたら一球かけていい。懐かしい。聖獣を守りたい、制服を脱ぐまでは生まれたあの日のまま天使のように。夢を見る回数が減って、大人になってゆくなら、私はまぶた開けながら夢を見続けられる。ずっと雨が降った校庭、スニーカー汚れても洗って干せばいい。白くなれるように心も聖獣を守りたい、制服を脱ぐまではどう生きればいいのか誰も知らない。聖獣を守りたい、制服を脱ぐまでは「あの日のまま天使のように」「自由とは反抗ではなく」「すべて許る」「フィロソフィー」「誰かが汚れたとしても私責めたりしない何も」少し背伸びしながら恋をするのもいい。渋谷で遊んでも過ぎた時が何を教える。聖人と呼ばれたい、卒業をするまでは何が大切なの。じっとして聖人と呼ばれたい、卒業をするまではキラキラ輝いてる裸の私。お仕事早く終わったんですね。今日は1時ぐらいにステージに立ってもう帰宅しました。銃を守りたい、制服を脱ぐまではどう生きればいいのか誰も知らない。聖銃を守りたい、制服を脱ぐまでは生まれたあの日のまま天使のように。
懐かしい。なんとかいけた。懐かしくない？こういうのをね、この曲とかを結構初期の頃歌って公園で。これは昨日ですね。どこかへ続くほら穴を ただ覗くだけで動かない。なぜだかドキドキしてきて、僕は一番目に走る。傷つくこと恐れはしない。何があっても怯まずに自分の夢を探しに行く。最初のウサギになろう。世界を偉そうに語ってるように泥を跳ねろ。孤独な夜も星を味方に、自分の足跡残すんだ。どんなに不安になっても僕は傷つくたび大人になるよ。涙流して胸痛めて、それでも夢を諦めない。最初のウサギになろう。ことを実感するんだ。命を無駄にするな。傷つくこと恐れはしない。何があってもひるまずに自分の夢を探しに行く。たとえ涙ゆく手を阻もうとした。傷つくたび大人になるよ。涙流して胸痛めて、それでも夢を諦めない。最
最初のウサギになろう。「ファーストラビット!」でした。大丈夫やった、うるさくなかった？危なかった。早くしゃべれるかな。少女たちよ、空に散らばった星のどれが一番に輝くのだろう。聞かれても誰もきっと答えられない。暗闇の先にここから見光があるステージの片隅でもがき続ける。悔しさや虚しさも青春の時。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。夢の未来はこれから始まる。もう少女たちよ、何も諦めるな。悲しいことなんかすべて捨てて、全力で全力で走るんだ。人の目に触れる星と気づかれない星、そこにはどういう差があるの。光届かないくらいに離れているとか、雲のせいだとか、理由が欲しい。思うように生きられない。今の自分がもどかしく不安なら、背中を押そう。悩みながらいつしか強くなれる。今日の涙は明日の力さ。ウォーウォー、悩みながら前へ歩き出せよ。立ち止まったら
そこで終わる。頑張って頑張って信じるんだ。めっちゃ歌詞良くない？2番。こんな歌詞ないやん。めっちゃいい。いきますよ。 STR48 少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。夢の未来はこれから始まる。 Oh, oh, 少女たちよ、何も諦めるな。悲しいことなんかすべて捨てて、全力で全力で走るんだ。昨日の立ち位置 0.5、 5.1 から 5.1 のサイヤの隣から下手の 2.7 って思いながらやってた昨日ありがとうございますミラクルボンバーなんてちょっとさん、コンフィーさん、みんなのおじさん、夏フラさん、道しるべさん、おしめななみさん、ありがとう。青生地道しるべさんテレさん、ありがとう。石くんね、これ歌ったことないんだけどめっちゃエモくて昨日。ちょっとサプ、なんだと。教室から何が見える。出るこれ。もう一回。入りむずくないこれ。教室から何が見える。大変これは。教室から何が見える。真っ青な空か雲か地平の彼方、春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか。片思いの入り口、クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことだ。気のせい聞こえたような、渡りを走っていたような、いつだって彼女探そうっとして、そばにいるとただの友達では離れた分過敏になってる。恋の気配急に変う、いるよ。校庭には何が見える。新しい風に揺れる枝のつぼみよ、あの日のときめき入学式。デジャブ大なデジャブ
切な悲しいトーク、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか、片思いの入り口。同じ校舎で学んでるのに、僕らはぐれてしまったよ。会えないことがこんなに辛いって今までずっと思わなかったんだ。日本語下手な人なんだ。うん、いけるか、頑張れ。せーの。教室から何が見える？カーテンがふわり回って邪魔をしている。誰かが開けた窓のせい、紛れ込んだ犬が泣く。心に何が見える？純粋な愛か期待願望なのか。僕の風は吹いてるか、彼女は何も気づかず、いつの間にか入り口。朝早い通学路、午前十字路で出会った。久しぶり一言がなぜか言えずに、ぎこちなく半分ほほえむ。校庭には何が見える？新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき、入学式デジャビューみたいな桜の木。切な悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか、片思いの入り口。一押しになってください。待って、ぴったりやった。コメント読んだら、うわー、片思いの入り口懐かしい。アリちゃん、のんちゃん、きなちゃん、あゆみ、懐かしい、マジで。レピーマン、レピーマン、レアだよ。私片思いの入り口なんか歌ったことないからね。もっと入ってほしいよね、これに STU の曲が。何歌ったっけ、あと。わー、ないね。なかったわ、みんな。
ないね。なかった。かわいい。ありがとう。綺麗な顔。待って、今どんな顔しとった私。天使の尻尾だと思ったけど、なかった。あ、分かった。ねえ、なんでないの？なんでないの？歌いたいやつ全部ないんやけど。まあいいか。よっ。世界中で一番綺麗な宝石をあげる。だからちょっと目を閉じてなんていたずらっぽく言われた。テトラポットに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする。夏の恋が今始まる。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで君が守っていたもの、どうすればいいのだろう。僕はただ腕の中に君を受け止めるだけだ。なわけないよ、12秒。
ソロかな。薄目開けてみた君と目が合った。平均的キスの時間ってどれくらいなんだろう。ロマンティックすぎてこの先がわからない。どういう顔して何を話す。友達には戻れない。唇を離したらすぐ消えるダイヤモンド。今日から僕が大切にしよう。できるならこのままで潮風に吹かれながら君を独り占めしたい。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで君が守っていたもの。僕たちが手に入れたこの愛は輝いてる。記憶の宝石。できた。よっ。よの声が出んのやけど。もう地声で言ったら、よっとかないよ。でもなんかみんな、よっみたいな、よっみたいな音だよ。結構高いから、もし自分があれを任されたら、高く言うのもう声裏返りそう。よっ。よっ。よっ。いやよよ。リネタはもういやって感じだった。テレレレやややややや。で最近出た。ちょっと待ってね。ヘトラボットに寄せて返す波音。うん、
なんか歌えそうな歌ないかな。ちょっとカンニングしよう。ちょっとカンニングね。うるさ。選曲をお酒をする。お酒進む？酒のつまみになる？歌？何杯飲んでるんだ。あ、バッサー。さっきキリオが来たよ。ありがとね。ね、昨日のコンサートとか本当久しぶりの方はまた来たいって思わせれるコンサートだったらいいな。あー、これ歌われへんな。おー、でも嬉しいね。でも配信見て行きたいって思ってくれたのならば。
あ。あなたの瞳の伏せ方で OK。 あなたの、懐かしくない、あなたの瞳の伏せ方でこの胸に風が吹くように、おお何かがあったと伝わってくるよ悲しみの雲。もしも夕立に振られたら小さな傘しかなくたって、おお二人で一緒に肩寄せ合って濡れながら行こう、そうなんとかなるから、あー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 人生何あればかりじゃない、朝まで付き合うよ、眠れない夜には何も話さなくたって誰かがそばにいるといい、心の端のソファーに。ちょっと待って、難しい。ギブ涙が乾くまで聞いてくれて楽になったよ、悲しみの雨は順誰かの前から降り始め、おお心配した人が迎えに来るよ、一人じゃないんだ、さあ一緒に帰ろう、変わらない手放しして、そのうち雨も上がる、とことん付き合うよ、落ち込んだ夜には私にできることは優しい言葉かけるより、あなたのそばにいること、もうこれとか歌ったのいつなんだ。朝まで付き合うよ、眠れない夜には何も話さなくたって誰かがそばにいるといい、心の端のソファーに。
これは？待って、どんなんやっけ。あー、What's a see? What's a see? これ真冬の海は静かすぎるね。寄せる耳にささやくわ。今日は一人で来たの。過ぎた季節が砂に埋もれて、片方だけのビーチサンダルが色褪せた恋。ライフセーバーのあの人と出会ったこの渚。いちごミルクのかき氷溶けるまで話したね。夏のキスはずっと残る。嫌気がそばかすになるように見つめ合って、僕自然に唇から唇へと愛が伝わった。夏のキスはずっと残る。鏡のその中に映ってる。くしゃみが出た。くしゃみラーボール、ありがとうございます。まあ、水をすくって、手のひらからこぼれる思い出、涙が身になっていなきゃ。風が冷たい、感じたいが立てたあたりで剥がれたみたい。わかる。そばかすのキスの振り付けいいよね。なんかこんな感じ、なんか、踊ってて楽しいイメージめっちゃある。なんかこんな感じのやつ。夏の恋は続かないって、いつか先輩から聞かされた。小麦色の跡、忘れられない恋のかけら、切なく数えた。夏の恋は続かないって否定していたけど、本当ね、この海にはもう来ないわ。あの日に焼けることもない。合ってる。2番初めて歌った。やば、鼻声になってきた。くしゃみすぎて。夏のキスはずっと残る。日焼けがそばかすになるように、見つめ合ってごく自然に、唇から唇へと愛が伝わった。夏のキスはずっと残る。鏡のその中に映ってる。今も胸がギュッとするよ。後悔してないわ。こんなん、こんなん。あーあーあー、セーフ。ギリギリちゃんセーフだな、これは。ギリギリだね。
I want to see, I want to see my unami wa izukazukiru ne。どうしたじいちゃん。ねえやめてじいちゃん。ねえやめてじいちゃん。危ない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 って。じいちゃん危ない、引っかかっとるって。うん、ダメ。大人っぽくなった。そう待って、ちょいアウトやりてた、すいません。出直していきます。学校じゃ気づいていなかった。街で会ってハートしてしまった。男性だって今さら思い出した。イケてるんじゃない、声かけようか迷って、こぼれそうなカフェラテ、運命とは送ろうって話を聞かせて。誰かに見られて噂されても私は平気。ティチャティチャなぜ逃げ腰で、ティチャティチャなぜ微笑むのかしら。ティチャティチャなぜ私とは、ティチャティチャなぜそんな距離を置くの。ティチャティチャなぜ教え子は、ティチャティチャなぜ恋愛。ティチャティチャなぜプライベートは、ティチャティチャなぜ今日いつもと違う今日の先生は。興味がなかった、髪型が地味だと思ってた。マイカパパより年下。これ48あるあるなのかな。2番が分かんない。いつもワンハーフで披露する。ティーチャーティーチャー今さりげなく、ティーチャーティーチャー今、ティーチャー今、歌い方怒られそう。歌えるやつでしょ。
48あるあるなんだ。そうなんだ。あれ2番ってこんな歌詞なのって思うときめっちゃある。まあ大体ニュアンス一緒かなみたいな感じで歌ってみるけど全然わかんなくない。あとなんか他の曲と被ったりする。あれってここ上がるっけ下がるっけみたいな。猫ちゃん、よし。いつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、窓の向こうには田園が広がる。一人ごとで語るくらいならば黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には夢に気づく者はいない。ブツブツつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。終着駅には僕以外いなかった。最初の反抗は空気がすがすがしい。一人でいるのは心細いけど新しい世界だ。始めるのは語ってるだけより意味あることだと思う。目をつむって憶測で語るな。自分自身で確かめてみろ。頬に触れる風を感じながら深呼吸を一つする。現実に僕は立ち向かおう。その全てを受け入れて。幸せとか不幸せは想像じゃ見分けつかない。次の電車は何時なのか忘れ物を思い出して、僕は何を今すべきか、ちゃんと街へ帰ろうって思う。もう誰ももう何も羨ましくなんかない。一人ごとではなくて大きな声で僕は叫ぶ。僕の夢はもっと近くにある。ここまで来て気づいたんだ。一人ごとで語るくらいならば黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんな
その目的地には夢に気づく者はいない。ブツブツつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。独り言で語るくらいならでした。充電がなあと 22% しかないな。これも急に落ちるやつなんだ。うん。愛は自由で。じゃあ、あと2曲、あと2曲歌って終わり。うん、心を込めて歌います。息をする心。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ、夢の中なら自由に振る舞えるのに。友達と上手にそう思うと楽しそうに生きなきゃ。そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてるとそう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。
ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いていくよ。マイペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。息をする心でした。今日二人に増えたマヒペースって言ってくれる人がいいですか。いい感じ。ラスト一曲、エステの曲や何がいい？エステの楽曲で。雨とか涙とか歌いたいけどね、入ってないんよ。早く入ってほしいよね、これ。レベルアップしてて俺も頑張ろうってなる。私ももう8年目なんだよ。すごくない？片思いの入り口さっき歌った。笑顔のチャンス歌ったことないな。でも多分みんな実はありそうよね。私の声でこれが好きとか。嬉しい。私の声めっちゃ好きって書いてくれてる。ありがとう。私もやっぱ歌いやすいとかはある。
まだ横並びですね。もっと偏るかと思ったら全然みんなバラバラだ。まだ歌ってない。マジでみんなバラバラない。バラバラ、逆にすごい。どれや。最後にふさわしいやつ。待って、暗くなってきたね、外。てか雨だからか。めっちゃ広島雨降ってるんですけど。マジで。帰ってくるとき。この時間雨降ってないと思ったから、結構傘も持たずに行ったらカープが中断してもコールドゲームになるくらい雨降ってる。 めっちゃ雨降ってる。ちょっとパイロットさんっぽい。こちら上空350m。350ってどうなの？ただいま広島県秋田方を通り過ぎました。続いて尾道に向かいます。何メートル？ 普通が分からんすぎて分かんないんだよね。星までの距離とか分かんない。何億光年とかしか分かんない。何億光年輝く星にも寿命があると。教えてくれたのはあなたでした。低いってめっちゃ言われてる。季節ごとに咲く一輪の花に無限の命。教えてくれたのもあなたでした。 Love song for you. Love song for you. いや、昨日ね、ひなちゃんがマイクを置いてたんですよ。昨日コンサートで最後にマイクを置いてたの。桃江ちゃんじゃんと思って。わかんない、ひなちゃんは何を思ってあそこでマイクを置いたの。誰のその演出を理想としてやったのかわかんないんだけど、私はもう桃江ちゃんじゃんってなって。誰なんだろう、誰かね、わかるんじゃない、みんな。 AKB さんで誰かマイクを置かれた方いる？いや、マジになったな。桃江ちゃんじゃんってマジになったの。
うん、まあ世代ではないんですけど、もうその話は口うるさくお母さんが言ってたんで覚えてるんですよ。やっぱなった人いるよね。浮かんだ人いるでしょ、絶対桃ちゃんが。マイクを置く儀式って絶対桃ちゃんから始まったでしょ。だって桃ちゃん誰かのやったとかじゃなくて、絶対桃ちゃんを自らが絶対考案したよね、考案者だよねとか言って、違ったらどうするっていう。でも普通にマイク下に置いたら怒られるよね、普通だったらね。桃ちゃんとか別よ、とかちゃんとか言っちゃダメよね本当に。お母さんが桃ちゃんって呼んでるか、桃ちゃんって呼んでるだけでちゃんと尊敬してます。素人にはエモい。あーなるほどね。うわーマイク置いたって、あーアイドル終わるんだって、桃ちゃんだってなってたんだけど、私はずっとあの出発券とかで見ててマイク置いたと。そう、話がそれた。谷口さんの時は何置く、何置くかな。マイク置いてジョッキ持つ、交換みたいな。ゆうなんが優しい先輩って話してた。うわ、株爆上がり、もしかしてちゃんと先輩できてたかな。惜しいな、アンコールじゃなくてアルコールだからね。わ、私そうだね、いいねそれ。なんかセトリとかにさ、なんかアンコールって書かれてるとこ全部しれっとアルコールに変えとってもらおうかな。なんかアルコールっていう表記に変えてもらって、でもバレなさそうじゃない、いちいちさアンコールって書いてるとこをさ、わざわざアンコールって何回も読まないじゃん。こう地味にちょっと同じような筆記体でアルコールって書かれてても英語だからね。カタカナでもバレなさそうやけど、ほらアルコールってここ多分埋め尽くしてもアンコールに見えるよ多分。皆さんアルコールありがとうございますって言っても気づかなそうじゃない、アンコールありがとうございます、アルコールありがとうございますって。ほら気づかなさそうじゃない、めちゃくちゃ自然じゃない。なんかアルコールありがとうございますとか言ったらなんかあれやけど、なんかアルコールありがとうございますって言ってみんなが入ってったら、えめちゃくちゃ自然じゃん。そんな案もらった。私ももうねこんな年齢になりました、アルコールが飲めない17歳から気づけば24歳、すっごい大人になりました、すべてはこれが物語ってます、成長に乾杯、乾杯。今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれってみんなで歌うんでしょ。おもろ。
よっしゃアルコールいくぞやばいねやばいね。なんかみんながアンコールって言っとる中でなんか何人かだけなんかアルコールって言っても絶対バレないと思うけど、よっしゃ行くぞって言ってアルコールはやばい、ガチでやばい。どんなアイドルなんかってもう疑われる。もうこの8年間何があったんだって思われそうじゃない。この子はどんなアイドル人生を送ってきたんだね。俺が推してたアイドルいつの間にかとんでもない酒好きになってしまったみたいな、成長してしまったみたいな。二重金の卒婚すごいネーミングだな。やばいね。うん、コンサートは20歳から。とてつもないな。面白い待って、面白い女が投下された。面白い女読める巨人がさ、ありがとう。まあワクワクすることしようぜって。わかる、暗いとギフトが目立つね。ほんまに暗くなってきたね。あと一曲歌わなきゃ。いやそれないよ、最後アフタートークだから。これはもうもはや今の感じだと、ラスト1曲だよ。ラスト1曲かラスト1曲アイドル人生ラスト1曲か、何しようみたいなぐらい。悩んでる。だったらちゃんとアルコールしてあげるから。いやもうそろそろアルコール飲ませてください、私も。ガチでアンコールという名のアルコールじゃなくて、アルコールという名のアンコールをね。矢野さんが出てきて、あでも矢野さんとさっきも電話してたよ。矢野と会う予定はあります。飲みたくて震えてきた。ちょっと西野カナさんに曲書いてもらおう。でもマジ暗くなってきた。時間は早いもので外も暗くなってきました。そうよ、お疲れ様ひな。クラブとか行ったことあるの？なんていうの、ブンブンブンみたいなちょっと再現方法が分かんないけど、ブンブンボンボンボンみたいな感じのクラブの方へね、これは流れ的には。
でも多分私ぐらいの年齢の人ってみんな行くんだろうね。みんな通る道なんだろうね。なんかそのうち行きたいとか思う時は来るのかもしれないけど、今はあんまり、あ、でも音楽も楽しいんだよね。音楽とかを楽しんだりとかするんでしょ。ブンブンバーバーバーっつって。でも音楽、まだライブとかでもなんか誰かのライブとか見に行ってなんかこう乗るっていうのがまだちょっと恥ずかしさがあるわけよ。だからまずそこでもうそういう恥とか捨てて、なんかもうボンボンボンってこう、なんか誰かのライブとかで盛り上がれるようになったら、多分そういうなんか音楽とかを聴いて盛り上がったりとか、なんかなんて言うんだろう、できるんかなみたいな思うけど、今で行くじゃん、人がボンボンバーってこうやって踊ってんとか見たら、普通にめちゃくちゃ見ちゃうかもしんない。じーって見ちゃうかも、人間観察とか発動しちゃうかもしんない。でも逆にそっちの楽しそうだな。うるさいバイク爆音気になる。結構なんでブンブン言っていくんだろうって思うかもしんない。でもなんだろうな、ラップとか EDM とか、なんかそういう、それもそういう音楽を聴こうっていうので聴くのは結構好き。そういうなんかもうちょっと気持ちが荒れてるみたいな 時になんかヘッドホンでノイズキャンセルつけてとかやったりするけど、でもなんかあれなんじゃない、印象的になんかアイドルがクラブみたいな、なんか印象的にあんまり良くないんじゃない、いやわかんない、いや私はなんかそういうのあんま好きじゃないけど、その概念がそういうアイドルはダメみたいな、あんまりよくわかんないからあれだけど、まあでもまあそのうち行きたくなったら行くんかもしれんし、行きたくなくなったじゃない、行かないままの人生を送るかもしれないし、まあ今はあれですね、スナックとかのが好きですね スナックとかの方がみんなでそういう歌えるところで歌っ、そう歌っての方が自分の性に合ってる気がする。歌が上手い人の歌聞いてとか、私の周りも結構歌上手い人多いよね。そうよ。なんかプロだからとか、なんかまあ一応さ、やっぱアイドルだからなんかプロだけど、なんかプロだからってそういうのを除いて、なんかまあプロだからやっぱうまいよねとか、そういうんじゃなくて、なんか一人の人間としてなんか認めてもらえるくらいのなんか歌唱力になりたいっていうか、むずいね。もう一般の子でもね、めっちゃうまい子はうまいから。やっぱ歌い慣れてる人はめちゃくちゃ歌い慣れてるよね。来週の日曜日の10時半、スナックマヒナ開店だよ。ラジオね。初回の回がやっと放送されるよ。楽しみだね。今日も日曜日なので、今日ホケラジがあるんですけど、来週は1時間丸々だからね。お楽しみに。
で何歌ほんまにちょっと気持ちよく歌えるやつがいいな。やばっ、12%しかない。うん、思い出してよかった。最後歌いたいと思います。やっぱ初心に帰ることは大切ですね。歌います。君と知り合ってどれくらいだろう、いつが初めてか覚えていない、ずっと昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた。ざっとのその中で見失う花がある。通り過ぎる人の群れはあの日見てた夢を捨ててどこへ急ぐのかな。思い出せてよかった。僕目指したわけ、危ない 10%。 もしも君と巡り合わなければ自分を忘れて希望流されていた。くださってありがとうございました。それではランキングを読みたいと思います。充電が 10% だから。はい、13位は瀬戸内のお日様、12位はじゅんさん、11位は青木じ、10位はカズポ、9位はコーヒーさん、8位はピアネさん、7位は道しるべさん、6位はガントチャートさん、5位はテルさん、4位はケイセキさん、3位は読売巨人軍さん、そして第2位はカープ好き石くん、そしてそして本日の第1位は第1位はおしめななみんさんです。おめでとうございます。そばの誰かさえも見えず僕は揺れる影のようで孤独だと思った。思い出した希望は遥かあの街の風の匂い、海を見つめ語り合った青春時代の友は元気だろうか。皆さん、今日も配信ありがとうございます。
としたよ出会って僕は今だって変わってない思い出せてよかった僕がこの街を目指したわけもしジューされてきっと流されていた今日のくしゃみの回数は3回でした。当てた人はいましたか？4月21日日曜日、今日も一日お疲れ様ひな。22時からホケラジ聞いてください。バイバーイ。ありがとう。じゃあね、みんなコメントゲストありがとうございました。バイバーイ。お疲れ様やな。バイバーイ。メール送ります。ツアーもお待ちしております。